地球と人類に破滅をもたらそうとする根源的破滅将来体。地球を防衛するシグマ、ついにその母星と思われる星を特定し攻撃を仕掛ける。谷本参謀、すぐにこの計画を中止してください。君は？高山ガン、シグの隊員です。アルケミースターでもある君がどうして計画を中止しろだなんて言い出すんだ。この計画を実行してしまったら、人間は引き返すことのできない泥沼に足を踏み入れることになるんです。私はそうは思わない。この計画は破滅将来体に対する唯一の有効な攻撃手段だ。人類に残されたたった一つの希望なんだよ。人類が宇宙の破壊者になってしまってもいいんですか？では君に他に有効な手段でもあるといいのかね。今ありません。でもきっと何か。今この瞬間にも世界中の人たちがこの計画の実行を心待ちにしてるんだ。しかし、これ以上君の話を聞いてる時間はない。退去させろ。はい。谷本さんも。はい。さんも。はい。谷本さんも。お前シグの制服に腕通してて、この作戦に反対するなんて何考えてるんだ。本来なら軍法会議もんだぞ。我々人類は破滅将来体のシナリオ通りに走り出してしまったのかもしれない。不死身。地球生物を絶滅させようとしている人類は、今また宇宙生物までも滅ぼすことになる。どうすればいい？不死身は教えてくれ。過ちを止められるのはお前だけだ、ガム。愚かにも人類はこの作戦を唯一の希望としている。人類の希望を打ち砕く勇気があるか、ウルトラマン。サイは投げられた。どうする、ガム。我々のワームホールに破滅将来体のワームホールが接触。何？我々のワームホールを使い怪獣たちを送り込もうとしています。ワームホールを閉じなければ怪獣たちが地上に降り立つのか。ダニエル、ワームホールを閉じることはできないのか。今の段階でワームホールを閉じると大量のエネルギーが行き場を失い危険な状態に陥ります。ワームホールをくぐって2体の怪獣が現れた。自身には地球破壊の目的意識がないとしても、生物の本能で暴れているだけだとしても、だからこそ厄介なんじゃないか、ガム。大地の力を秘めた巨人、ガイア。海の力を秘めた巨人、アグ。熱い思いを秘める二人の巨人は
地球を破滅の未来から救えるのだろうか。怪獣たちはただ無我夢中で生きようとしてるだけなんだ。ガイア、ガイア、行くぞ。変身だ。ダイナ、そしてガイアとアグルの活躍はいつ見ても強烈だぜ。そうそう、俺もダイナとがっつり力を合わせて戦ったことがあるんだ。Z やティガ、そして俺だけじゃなく彼らのことも応援頼むぜ。